スピノサウルス。スピノサウルス、学名は、中世代白亜紀前期から後期、約1億1、200万から9、350万年前の県アフリカ大陸北部に生息していた、獣脚類、肉食恐竜。俗名は、トゲトカゲを意味する。中国語名は、トゲ竜、ジーロン。骨格標本から推定される生態の全長は15から17メートル。 有名な大型肉食恐竜ティラノサウルスに匹敵、あるいはそれ以上とも言われる、史上最大級の肉食恐竜である。部分的なものではあるが非常に巨大な骨格も発掘されている。体重に関してはティラノサウルスに比べ首などが長く、細身なため、幾分軽く4から6トンほどとする説から、工述する、水中生活の際に浮力を抑えるためと推定される。 骨密度の高さから20トンほどまで諸説ある。学名の元になった高さ1.8メートルにもなる胴体のトゲトッキは生体では皮膚に覆われた方を形作っていたと思われる。この方は当時の演奏の機構に適応しラジエーターとしての機能を果たしたと推定されている。このような胴構造のため自在な運動はできなかったとも考えられている。 バリオニクスやスコミムス等の近縁種から想像される。その頭部は、やや細長く、原生の魚食性ワニである、インドガビアルを思わせる。歯も、魚食性ワニのような、鱗が貼り付きにくい、表面構造のものに類似しており、魚を主食としていた可能性が高い。近年の化石に対する CT 検査では、鼻腔には、細胞が無数にある。ワニと同様に、この細胞に、 水の動きを感知するための感覚器が集中していたと推測され、このことから主に水辺水中で獲物を得ていたと思われる。この一方、原生のワニやクマのように、機械があれば魚以外にも他の恐竜やその死体なども食料としていたと考えられる。事実、金運演で同じく魚食性が強かったと思われるバリオニクスの化石は消化器官にあたる部位から、 イグアノドンの未消化の骨が見つかっている。オンコプリスティス、軟骨魚類、ノコギリエーメの化石と共に発見されることが多く、2005年に発見された化石には、同種の骨の破片が確認されており、両者が捕食者、非捕食者の関係にあったと考えられている。白亜紀の原アフリカ大陸北部にあたる地域では、カルカロドントサウルス、デルタドロメウス、そして、 本種の三種類の肉食恐竜が存在していた。これらは主食となる獲物の対象をことにしていたが、時にはカルカロドントサウルスに襲われることもあったらしく、カルカロドントサウルスにトゲトッキを噛みちぎられたと思われるスピノサウルスの死意も見つかっており、競合しつつ共存していたことが伺える。この事例はスピノサウルスが四足歩行であったか二足歩行だとしても、 従来考えられていたよりも足が短かったと思われ、口述の説を補強する間接的な証拠にもなっている。2014年9月11日、シカゴ大学のニゾアルイブラヒムがサイエンスに発表したところによると、新たに発見されたスピノサウルスの骨格を調査した結果、後ろ足は水中生活への適応のために、これまで予想されていた復元より短く、陸上では全子をついて、 死足で歩行し、深い川で長い時を過ごしサメやエイなどの魚を捕食していたと唱えられた。これが事実ならば、住脚類で死足歩行をしていた非常に珍しい種であることになるが、当時、スピノサウルスが生息していた地域の環境は、塩素で小さく浅い川が多かった可能性が高く、ある程度規模の河川があったとしても、現代のアフリカなどの熱帯地域のように、 寒気などの季節によって干上がったり、規模が大幅に縮小する例も多い。スピノサウルスほどの巨大な動物が水性に適応し、生態系を形成できるほどの大河が存在したのかという環境的な点や、浮力を活かしづらく、遊泳、特に潜水にデメリットとなる方を持っているという生物としての、形態的な点、ワニア、カバ、エリオプスなど、 水中生活に適応した動物のほとんどは、原生種、全滅種問わず、浮力を活かしやすく、遊泳の際に、水の抵抗を受けにくい体型となっている、ディプロドックスなどの当初は、水中生活を指定と推測された恐竜が、実はそうでなかったなど研究士の変遷などの点から疑問視する意見もあり、さらなる発見と検証が待たれる。 アフリカ大陸のエジプトやニジェールなどから化石が発見されている。1915年、ドイツの古生物学者エルンスト・シュトローマーにより発見された最初の化石はカルカロドントサウルスなどととも第二次世界大戦中の1944年、連合軍によるミュンヘン空襲の際に破壊されてしまった。このため、2013年頃に再発見されるまでは、 良い標本がなく謎の恐竜であった。2000年代には化石が相次ぎ見つかり研究が進んだ。別個に発見された化石から復元された全身骨格は日本でも2016年に初めて公開された。モロッコで発掘された頭骨化石が2018年化石収集家により成城学園東京に寄贈された。 実物は研究のため博物館に貸し出し、校内でレプリカを展示する計画である。バリオニクスなどと共にスピノサウルス科に分類される。日本からもこの仲間と思われる葉の化石が群馬県カン町及び和歌山県湯浅町から発見されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。